おはようございます。私は、東根小学校を卒業して何十年となりました、実写になりました、横尾です。皆さんと一緒にやりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ私も横尾と申します。で私も横尾さんと同じようにね、東根小学校で皆さん方の大心配です。みんなおじいちゃんですけどね、今日はお孫さんと一緒に楽しくやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、で私が野口と申します。小学校でも時々一緒になっておりました。どうぞよろしくお願いいたします。東根城主の菩提寺の楊厳寺の城主の城主の歴代城主の墓碑の拓本とか、あるいは八代城主の立派な供養塔、一番古いので今から3300年前にすでに中国で、日本じゃなくて中国という国でこういうやり方を作り出して、それが日本にはるばる海を渡って日本に着きまして、日本でこういうのがどんどんと花開いたという日本式の拓本なんです。道具担保を 1,2,3 で手ぬぐいで、それを今度こう覆わないといけないので、中がデコボコなってるとうまく墨付きが良くない。よかったね、やめたね。え、ここ切るの？え、ちょっと切る。ここ、こんなに入るんだもん、まだまだ詰まるよこれ。拓本で叩き出したらガンガン詰まっちゃうよ。だと3分の1でいいんだっけな、半分じゃなくて3分の1でよかった。実際に体験、いわゆる体験教室が始まると、その体験から、あ、これが拓本だというのが分かってくると思います。写真機がない、コピーの機械もない、版画がやっとできた、その時代から拓本の必要性がなくなっていくわけですが、その版画の技術が出来上がる、それ以前の技術が実はこの拓本という写しの道具だったんです。そのことは多分現場に行って拓本を叩いて、石碑を叩いて出来上がってみて、そこで初めて体験して初めて、中身拓本が分かると思います。横が4倍、前後左右が4倍、で、上六十とお寺の筆頭総代を押されております。最初には雑巾できれいに拭きます。台紙を拭いて、で、その拭く時の水分量によって乾きが悪いですので、紙を貼り付ける前にその水分の乾き具合をしっかり見てから紙を貼り付けます。で、その水分量によっては紙が密着する場合もあります。でもし垂れなかったら上から、雑巾で押さえていく時も、その水の加減が大変難しいです。この半分はまだね、真ん中からお、早くやっていい、大丈夫、ちょっと顔が大丈夫、誰か押さえてなきゃダメかな。プロが叩いてるみたい。乾いてないか。じゃ乾いたところから。そうそう。はい、これ見ちゃう。叩いている本人たちは無我夢中というよりも、なぜやるんだろうって意識的にこう、まあ、空白というか、分からない部分があってやってると思うんです。ですからそういうのを、まあ、歴史的なこととか地域のお話とか、あるいはこういう桜、なぜこういう桜、しだれ桜を植えたかとか、そういうことをこう喋りながら持っていくと、意外とこう印象に残って何か覚えていてくれると。しっかり持ってしっかり押すことが難しかったです。はい、どうでしたか？なんかちゃんと色がつくように、色が全体同じようにするのが難しかったです。はい、難しかったけど綺麗に撮れてよ
嬉しかったです。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ席のところに、あの椅子あるところに一人ずつ座ってもらっていいですか？ちょっと待って、あの、はい、いらっしゃい、こちら入ってます。こちら入ってます。もう許されてるみたい。それではご紹介申し上げます。本日の陶芸を指導していただく山形からわざわざ皆さんのために参りました。宮川先生です。一言。はい、皆さんこんにちは。宮川と申します。ここにおられる方々と一緒にですね、あの陶芸教室を開いて、来ております。今日は あまり時間もないですけども、一生懸命やらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。盛大な拍手をお願いします。単語にします。ペン、ペタ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 、台の上にこう乗っけてですね、ここをぐるぐるぐるっと、これ右手の串を固定してくるーっと回転させれば丸く切り抜くことができます。ぐるっとですね、こういう感じでですね、潰していきます。さらにどんどんと紐を上に積み重ねていきます。皿状のものにもなります。皿にもできます。いろんな風に応用ができます。あのさっき言ったこういったものだけでは面白くないという人はぜひチャレンジしてみてください。作ってみたら、最初はドキドキしたけど、作ってみたら簡単で楽しかった。作るのがちょっと難しかったけど楽しかったです。みんな作ってるの見ると簡単そうに見えたけど、実際やってみるとすごい難しかったです。皆さんが今日一生懸命作っていただいて、思った以上に個性的なものがたくさんできました。いろんな形のものがあって、先生はちょっと心配です。割れるかもしれない。ちゃんと出来上がったらいいなというふうに感じてます。もし壊れてしまってもがっかりしないでください。いいですか？あとちょっとね、危ないなと思うのは、直したりしてなるべく壊れないようにしたいと思います。
ありがとうございました。ありがとうございました。